皇帝のいとこが殺された。このソリチュードでは何ということか。ストームクローク、うん、剣に兜、欲しいものはほとんどあるだろう。武器や鎧が必要な時はいつでも来い。ロア決して休まない。こんにちは。わあ、ありがとう。私がついてますよ。まだここです。あなたの重荷は背負うって誓ったのよ。じゃあ出発しましょう。こんにちは。もちろんよ。ないことがいつも残ってる。ウィンキングスキーバーへようこそ。もちろん一泊でいいな。お部屋へご案内します。こちらへどうぞ。ちょっと危ないわ。他に何か必要なものがあったら何なりと。面白い噂をご所望ならいくつか。何かお困りですか。私はギスリ。新しい人が街に来るとワクワクするわ。たくさん冒険をしてきたのでしょ。私がついてますよ。その辺りで何やら事件が起きたと聞いた。調査に向かうところだ。あまり誰にでも気安く教えるべきではないが、とても大切なことだ。本当に頼んでいいのか。ではその地図に印をつけよう。とにかく万事うまいこと取り計らってくれ。こっちも面目がかかってる。
前はもう決めているのだろうな。しかしそれでもさっき言ったことを忘れるな。常に警戒を怠るな。町に着いたら周囲の状況をよく確認してから動くんだぞ。分かった。だが考えすぎだ。こっちは警備を点検しているだけで戦いに突っ込むわけじゃない。妙なことにはならないよ。息子よ、皇帝の安全が危ぶまれる中、何がどう転がるのかわからない。さあここでお別れだ。旅の安全を祈ってるぞ。さよなら父さん。できる限り早く戻ります。じゃあこれで。信じてくれ。お互い何も言うことはない。立派に任務を果たしていて誇りに思うよ。下がっていろ。これから大切なお役目に向かうところなんだぞ。すまない。しかし本当にそんな暇はないのだ。立ち去ってくれ。なあファイダ、たとえ一人旅であろうとも心は共に。あら？しばしの別れだ。